下村海斗、行く。決断するなら早い方がいいよ。まあしゃあないな、今は戦力も充実してるし2年後からバリバリやってくれるならええわ。奥川、ぶっちゃけまあそんな即戦力とは思ってなかったし、やるなら早めにやってリハビリしてほしいわね。中日の草加、阪神の下村や。トミー・ジョンで完全に、復活できるまで丸3年かかるからな、ダルも大谷も、本領発揮できたのは4年目から。大谷みたいに来年は、津保に専念やな。下村が離脱した時阪神ファンは、散々継承連呼してたけどやっぱり重傷でそう。すでに阪神のドラフト怪しいな、桃崎山田がダメなら小粒な投手しか残らん。